アロハー YouTube。 皆さん休日はいかがお過ごしですか？はい、僕はですね、休日の前日の夜ですね、取りためた新日本プロレス、ワールドプロレスリングをですね、ひたすら見るというのが楽しみです。はい、マルゲン店長の朝岡です。はい、ただいまですね、うちの在庫車の、G クラスの G550 の、ご紹介をさせていただいております。今日は、パート2のですね、内装の方を、主にご紹介した動画の方をご覧いただきたいと思いますので、ゆっくりご覧になってください。はい、それでは、ご紹介していきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、では、内装の方を見ていきます。あのゲレンデのこのドアの開ける感じとかも、これ本当僕好きなんですよね、これ。はい、ちょっと余談です。はい、じゃん。まずですね、この茶革シート、ブラウンですね、となります。茶色のシートとこのボディの白っていうのは本当よりおしゃれな感じですね。あのボディが黒だとやっぱりかっこいいっていうのが、来るんですけど、白とこの茶色だとちょっと上品というかおしゃれな感じに僕は感じます。はい、で、サンルーフがついて、でこちらですね、パナソニックの、メモリーナビ車外がついてます。はい、で運転席と助手席にですね、このパワーシートとシートメモリーがついてます。まあシートメモリーって言って、自分のポジションですね、ちょっと例えば前あの前の位置に、移動した場合ですね、まあ、そこの位置を記録しておいて、まあ、例えば、動かしちゃった時にですね、その自分の普段使ってる位置にこうシートの位置を自動で戻してくれる、そんな機能が運転席と助手席についてます。はい、でこちらですね、シートヒーターもそれぞれついております。で革シートの状態もですね、良好です。まあ、こういうシワとかは入ってますけど、全然年式層の感じなんで、いい感じのコンディションだと思います。はい、で後席見ていきます。はい、後席もこんな感じです。綺麗です。はい、で後席にもシートヒーターがなんとついてます、それぞれですね。はい、なので、後ろに乗る人もにもですね、冬は冷たい革シートがあったかくなってくれる、そんな、嬉しい装備もついております。はい、後ろから見た内装ですね、こんな感じです。はい、でウッドコンビハンドに、ウッドコンビシフトノブですね。はい、でこちらクルーズコントロールもついております。高速道路便利ですね。はい、であとですね、こちらちょっと見にくい、こちらですね、運転席助手席フロント側ですね、がここのメルセデスベンツっていうところが光ります。イルミネーションスカッフプレート、夜だとちょっとエレガントな、そんな感じに見えます。はい、でもちろんですね、グローブボックスの中に ETC もついております。
まあ、トリセツ類とかも入っております。はい、であと、ドラレコですね。ドラレコもついております。はい、で、あとですね、鉱石の方にですね、鉱石モニターもついております。ここですね。なので運転席、ごめんなさい、このフロントのナビの方で例えば DVD を流してたりすると、こちらも同じ、DVD の画像が見れるんで、映像ですね、映像が見れるんで、小さいお子さんが乗せる時とかも、飽きずに車に乗っててくれるんで、お父さんには嬉しい装備ですね。はい、となってます。はい、ちょっとじゃあ次エンジンかけていきます。はい、はい、こんな感じですね。まあエンジン音もいい感じの音ですね、しております。はい、こんな感じですね。で、バックカメラもついてますので、ギアをバックにするとこういう感じで後ろの映像も見えます。はい、ですね。まあゲレンデスイッチ類とかは、まあ、そこまで多くはないので比較的使いやすい感じかなと思います。はい、ここでエアコンを操作したりとかですね、していきます。はい、はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、内装の方を主にご紹介させていただきました。はい、白いボディに茶色の革シート、なんというお上品な感じかでしょうか。はいはい、で基本的にですね、うちが仕入れる G クラスっていうのは、まあ僕自身が自分で乗りたいと思うぐらいやっぱりこだわって、仕入れております。なのでどの G クラスも本当に、おすすめできるスペシャルな一台となっておりますので、ぜひ、ご興味持っていただければ、嬉しいです。はい、では昨日に引き続き、今日もやります。某番組、ショッピング番組風、内容のおさらいの方ですね。はい、はい、今日もですね、昨日に引き続きメルセデスベンツ G550 ロングの、ご紹介をさせていただきます。はい、年式は平成21年式、走行距離6万6900キロ、お色はカルサイトホワイトとなります。はい、非常に程度がいい、G550 ですよ。はい、そんな、今日本に1台しか販売していない、G550 がいいですか。お値段いきますよ。お値段がなんと527万8000円なります。ぜひ皆様の、ご検討の方お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はいいかがですかね。はい、内容は本当に、はい、入ってますかね。すみませんね。はい、またグネットの方、ご覧いただければ、と思いますので、ぜひ、ご覧ください。ありがとうございます。はい、それでは今日はここまで。では
それではマハロー。